よろも、あやわせよ。もごもごみだ。以前の動画で、ですかという表現やりましたね。覚えてますかいんにかでしたね。いんにか。いんにか。いんにか。 もう一度確認しますが、イムミカに聞こえますが、大丈夫ですよ。イムミカでも、イムミカでも、どちらでも大丈夫ですよ。韓国語は発音より音声が大事ですよ。じゃあもう一度確認しましょう。イムミカじゃあ今日はこれをかなり使いますので。 で、ここでもう一度覚えてほしいのは、韓国語は最後に必ずクエスチョンマークが入るので、必ず上げてくださいね。いにかってお願いしますで。それで以前の動画でいくらと表現、얼마まやりましたね。もう一度やってみましょう。얼마ま。마얼마 綺麗に発音できなくていいですよ。通じますよ。大丈夫ですよ。じゃあ、これで、えー、っと、ですか、くっつけてみましょう。じゃあ、皆さんが韓国の市場に行って、いい三落地が食べたくなった時にどうするんでしたっけえー、おいくらですかという表現は、お마입니까かおまいまかじゃあ、または皆さんがじゃあカフェももう一回確認してみましょう。じゃあ、カフェ。日本ではカフェ。韓国はカフェ。どちらでもいいですよ。じゃあ、もう一度、カフェ。 カフェ。じゃあ、これを使ってみると、皆さんがホテルに行って、コーヒーが飲みたいなと思うときに、カフェ、おでんにかと言ったら、カフェ、どこですかと表現でしたね。これを先週ちょっとまとめてみたと思います。じゃあ、今日は、とにかくこのインニカを使って、こういったときにも使えますよ、というところをちょっと確認していきたいと思います。じゃあ、一旦まず、これを覚えてほしい。ここと表現ありましたよね。じゃあ、もう一度、よぎ。よぎ。 ヨギじゃあ、よぎ表現がありまして、これを応用してみたら、じゃあ皆さんが韓国に行って、あ、化粧品買いたいなと思うときに、え、オリーブヤングというところが一番有名ですね。じゃあ、こっちに入って、皆さんがこっちがオリーブヤングなのか気になって聞くときに、ヨギオリーブヤングいんにかいいですよ。ヨギオリーブヤングいんにか もちろん日本語を入れていいですよ。ただ、ちょっと日本語の英語の最後の字って発音する傾向がありますよね。モーニングとか、えー、オリーブヨングとか。でもこれできるだけちょっと、くなくして発音した方がいいんですけど、まあ通じるのは通じます。なので、くをちょっとなくしてやってみたら、よぎ、オリーブヨングいんにか、よぎ、オリーブヨングいんにか、 いや、どうしても難しかったら、여기オリーブヨングいんにかでも大丈夫ですよ。韓国は発音じゃなくて、音声が大事なので、全く大丈夫です。じゃあ、または皆さんが韓国の경복궁に行きましたが、<laughs> 경복軍の近くにもいろんな城がありまして、こっちが경복軍かよくわからないという時に、皆さんがこうやって聞けばいいでしょう。<laughs> 여기경복軍입니까 <laughs> 여기경복軍입니까 ま、それ以外にも、運用軍とか、チャンドんとかいっぱいありますので、気になる方は入れて練習してみてください。最後にもう一度、よぎ、경복軍입니까じゃあ次は、無料という言葉もちょっと応用してみましょう。じゃあもう一度確認しましょう。日本語と似てるので簡単ですよね。無料、無料、無料。 じゃあ、これを確認して、えー、皆さんご存知ですか、えー、韓国の全てのお城は韓国民族遺書で入ると無料なんですよ。無料。なので皆さんが入るときに確認する必要がありますよね。無料院理か無料院理か 韓国の民族衣装なんか持って行きませんよとか言う方いるかもしれませんが、大体のお城の近くには、えー、2000円で3、4時間ぐらいレンタルできるところありますので、それをレンタルして韓国の街中を歩きながら写真を撮ったりで、お城も無料で履いたりとかすることできますので、お城を何箇所か行きたいなと思う方は、民族衣装をレンタルして歩いた方がお得なんですよ。これも覚えてくださいね。とにかく民族衣装で履 いると無料無料なので皆さんは喜んで無料いみかって聞いたらいいでしょじゃもう一度言ってみましょう無料イミかじゃその後とこという言葉かなり使いますので覚えてください。お d おで どうしても難しかったら、おィでもいいですよ。そういうところ気にしないでください。大丈夫ですよ。完璧に発音する必要はありません。どうせ外国語です。なので読んでみましょう。オディ。オディ。じゃあ、これと一緒にこれも応用してみたいと思いますが、もう簡単な言葉でしょ。ホテル。これは韓国ではホテルというよりはホテルでしたね。読んでみましょう。ホテル。ホテル。ホテル。 ルが聞こえないようにするのが普通ですかね。でも、もう一度言いますが、難しかったらホテルでもいいですよ。全く大丈夫なので楽しんでください。じゃあ、そうしたら皆さんがこれを応用したら、皆さんが韓国でタクシー乗りました。えー、明らかにキャリーバッグを持っていると、運転手さんがこうやって聞きますよ。おでホテル입니까おでホテル さあ、こういった時に皆さんがホテル名前言ってくれたらいいでしょう。まあ、明洞ホテルだったら、明洞ホテル、まあ、成城ホテルだったら、成城ホテルと言ってくれたらいいんですよね。じゃあ、もう一度、어디ホテルに行かじゃあ、ここまで大丈夫でしょうか じゃ、あまたは皆さん、これもちょっと皆さんが利用したらいいと思いますが、皆さんが街中を歩いているときに、こうやって赤いユニフォームを着ている人たちがいます。えー、これは、韓国のソウル市、または各市が無料で外国人を手伝うために、やっているボランティアの方々で、 この方はみんな英語、中国語、日本語ができますので、皆さん気軽く聞いてみてください。なので皆さんがホテル行きたいんだけど、道がよくわからないということだったら、この方にお話をかけたらいいですよ。例えば、セジョンホテル行きたいとしましょう。セジョンホテル、ルでいんにか どうしても難しかったら、セジョンホテルオディンニ全く大丈夫ですよ。皆さん、喋るのが大事ですよ。皆さん、これ、勉強というよりは、楽しむための遊びなので、セジョンホテルオディンニ全く大丈夫ですよ。でも、一旦ちょっと韓国の発音にしてみたら、セジョンホテルオディンニカ、 こうやって言ってくれたら、あ向こうの人が、なんと、完璧な日本語で皆さんに道案内をしてくれるんですよ。もうだからといって日本語で聞けばいいんじゃんと思うかもしれませんが、せっかくなんでこれぐらいの表現は言ってみましょう。えー、多分この方も喜んで、えー、対応してくれると思います。じゃあその後、とても大事な表現、見せ、もう一度確認しましょう。影。影。影。 影に聞こえても、影に聞こえても、土地でも大丈夫ですよ。もう一度確認しますが。じゃあ、これを使ってみたら、韓国ではこうやって、パン、影とか、スマートフォン、影などが言えると言いましたね。じゃあ、今日はこれをもうちょっと応用してみましょう。え、皆さんがアイスクリーン食べたくなったなぁと思った時には、こうやって、アイスクリーン、影にか アイスクリーム加減にかとか聞けばいいでしょう。こちらがアイスクリーム店なのかどうかわからないときに聞けばいいと思います。ちなみに、韓国は31のことはベスキンラビンス。ベスキンラビンスと言いますので、えー、韓国の人に31オディーンにかと言ったらわからないですよ。ベスキンラビンス。これだけはちょっと覚えてくださいね。 じゃあ、その後、これはどうでしょう皆さんがやっと韓国に着きました。ホテルに入ったんですが、夕ご飯でチキンが食べたいんですよ。こういった時に、ホテルのロビーにこうやって聞けばいいでしょう。チキンカゲ、おでいっかもう一度。チキンカゲ、おでいっかチキンカゲ、おでいっか じゃあ、こうやって聞けば相手がチキンの店を教えてくれると思います。で、それで皆さんがチキン屋にたどり着いたんだけど、え、こっちがなんかチキンを売ってるかどうかわからない。こういった場合は社長にこうやって聞けばいいでしょう。チキン影입니까チキン影입니까もちろん、여기入れてもいいと思いますよ。ここの意味の。え、여기チキン影입니까こんな感じで聞いてもいいでしょう。 じゃあ、その後、食堂という言葉を見ていきましょう。食堂食堂食堂じゃあ、これの場合は、こんな感じで使えるんじゃないでしょうか。まあ、ホテルにチェックインして、えー、朝ごはん、えー、朝食の時間も教えてもらいました。ただ、場所がわからないときに、ホテル、食堂おでいっかホテルの食堂どこですかという意味なんでしょ。ホテル、食堂おですいっか ホテル、食、タン、お、ディー、ミカじゃあ、こんな感じで聞いたら、相手が教えてくれると思います。じゃあ、最後に、ゆ、りょという言葉やってみましょう。ゆ、りょ。ゆ、りょ。ゆ、りょ。日本語ととても似てて簡単ですよね。で、こういった場合、皆さんが朝食が、ゆ、りょか、む、りょかわからないときにホテル、ホテル有料、食、タン、ゆ、りょ、いん、りホテル、食、タン、ゆ、りょ、いい じゃあもうこんな感じで使えるんじゃないでしょうか。じゃあ、また、最後には、こんなのはどうでしょうか。皆さんが韓国旅行行ったんですが、なんと、韓国ドラマみたいに、記憶喪失になってしまって、えー、目を開けたら、わけがわからないところ、または病院などで皆さんがいて、目の前にはイケメンがいます。こういう時は皆さんは、よぎおでいんにかよぎおでいんにか ということもできるんじゃないでしょうか。または、先ほど赤い服を着ている方に、こうやって、ヨギオディンにカ」とか聞いたり、皆さんが地図を見せながら、ここが行きたいんですけどと言った時に、ヨギオディンにカ」とか言ってもいいでしょう。じゃあ、こういった時に使ってみてください。 じゃあ今日はここまでですえ。教科書は以前の動画と同じものなので、それを参考しながらこうやって練習してみてください。じゃあ今からはこうやって実践で使える韓国語を紹介してみたいと思います。じゃあ今日も聞いてくれてしんちゃんしんちゃんこまわよ。よろぶん、あんにょーん。